先日パワー半導体大手のインフィニオン主催のオクトーバーテックという技術イベントに参加してきましたこのイベントはドイツ本国で10月頃開催されるオクトーバーフェストに倣ってインフィニオンがグローバルで展開している技術交流イベントですインフィニオンの現在の取り組み今後の展開などの技術的内容の講演や様々な製品の展示を見ることができます結構楽しかったです一見はこれまでに何度かインフィニオンと一緒に仕事をしてきており今回はミニステージで対談をしてきました パワー半導体以外でも実はシェアナンバーワンのとある電子部品についてインフィニオン社員の方と対談形式でいろいろお話を伺ってきましたのでぜひその様子をお楽しみくださいそれでは皆様ご寛断中ではありますがここからミニステージスタートしてまいりたいと思いますものづくり系の YouTuber42 万人を超える会員を持っていらっしゃいますイチケンさんによるミニステージです トークセッションのお相手は弊社のコンシューマー・コンピューティング・コミュニケーション事業本部テクニカルマーケティング部シニアディレクター浦川達也が務めますテーマはえ、こんなセンサーもパワー半導体トップのインフィニオンが挑むセンサー技術に迫ると題しましてお二人、ここからよろしくお願いいたしますごご紹介いいたただきありがとうございました、YouTuber、の一です。 今日はですねインフィニオンのオクトーバーテック東京2024に、えーとまあ、お招きいただきましてですね、まあ、こういったちょっとミニステージをやろうということになりましたで今回はですねえこんなセンサーもパワー半導体トップのインフィニオンが挑むセンサー技術に迫るといったですね、えー、内容で進めていきたいと思いますこのミニステージなんですけども、まあ、大体15分くらいになります短い時間ですので皆さんぜひ、あのー、聞いていってください で簡単な自己紹介ですね。進めていきたいと思います。はい、あのー、皆さんこんにちは。多分あのー、<laughs> もうビールが入ってるんであんまり聞かれてないんじゃないかなと思うんですけど、改めましてこんにちはインフィオン浦川と申します。よろしくお願いします。<laughs> はい、ありがとうございます。今日はあのユーチューバーの一健さんをお招きしてインフィオンセンサーをテーマにトークさせていただきますのでよろしくお願いします。 で私、ですね、はい、対談相手のイチケと申します、YouTuber をやっております簡単に自己紹介なんですけども、これまでインフィニオンさんとはです、ね、結構いろいろお仕事をしてきまして、えー、4本くらいですね動画を公開してます、まずパワー半導体の動画ですね、これ、インフィニオンの,あのもうパワー半導体ということで動画を作ってます、それ以外にもですねあのセンサーですね。 実はインフィニオンセンサーもやってるんですけどもその、まあ、ホールセンサーを使ったですね非常に耐久性のあるあの、まあ、ジョイスティックを使ったですねゲームコントローラーを作ろうといったもので、えー、動画を作ってますそれ以外にもですねインフィニオンの採用でなんか使えるんじゃないかってことでですね会社入社体験みたいなことを、まあ、あとは展示会ですね。を いろいろま発表したりということをやってきてます。まあ、こんな感じでですね、あのいろいろお仕事をいただいてるんですけども、まあ、今回ですね、こういったオクトーバーテックにですね、はい、ちょっといろいろですね、センサーとかまあ、パワー半導体、インフィニオンについてちょっと深掘りしていきたいと思います。インフィニオンといえば皆さん何を思い浮かべるかっていうことなんですけども、まあ、多分パワー半導体だろうってことですね。 会社全体の売り上げが163億ユーロ、パワー半導体インフィニオンシェアナンバーワンです、会社のです、ね、売り上げの約55%、パワー半導体なんですね、これ、どのくらいの数字かというと、90億ユーロなんですね、日本に直すと約1.4兆円をパワー半導体で売り上げていると、まあ、こんなパワー半導体の会社なんですけども、どうですね。 実はパワー半導体以外にもです、ね、なんかいくつかやっていることがあるんですね、こちらに書いてあるパワー半導体、マイコン、RF& センサー、そしてメモリーですね、で,ですね,今日ですね何を話そうかっていうのをです、ね、インフィニオンの浦川さんとです、ね、ずっと考えてきてあの、パワー半導体やるのはなんか面白くないなってことで、インフィニオンらしくない製品をちょっと深掘り、フォーカス、当ててみようってことになりました。 でですね、今回はです、ね、ちょっとインフィニオンのセンサー類をです、ね、見ていきたいと思います深掘りしていきますでいろいろです、ね、インフィニオンセンサーがあるんですけども浦原さんあのご紹介いただけますいか、はいはいあのー、インフィニオンパワー半導体が強いということで皆さんよくご存知かと思うんですけど一方であの自動車用の半導体もすごく強くてシェアが高いとで自動車向けのセンサーっていうのを昔からすごく力を入れてやっていて 左上にある圧力センサーでタイヤの圧力をモニターするセンサー、ここも,も長年やっております、でそこの技術を使って、どんどん民生系にも今、センサーを展開しておりまして、MEMS の技術を使った音のマイクロフォンですねで、あとガスセンサー、あとは磁気センサーであったり、で電波センサーのレーダーセンサー、これもあのすごく小さい、世の中にはないような製品を開発して、製造、販売をしております。 であとイメージセンサーも一部扱っているということで結構いろんなタイプのセンサーをインフィニオンとしては取りり扱っております、はいでまあ、こういうふうにです、ね、なんかパワー半導体の会社のようにセンサーやってるってことなんですけども今日です、ね、まあ、インフィニオンのセンサーの中でも特にマイクですねマイクロフォンに焦点を当てようとでです、ね、実はです、ね、インフィニオンめちゃくちゃマイク強いんですねちょっとこの後説明するんですけども。 今回の深掘り大賞、えー、こちらのマイク、マイクでも特に MEMS マイクですね、よくあるですねマイクですと ECM、ね、e EC マイクですね、エレクトレットコンデンサマイクロフォンっていう金属の膜があるマイクなんですけども、まあ、それとですねどういったところが違うのか、何回もちょっと、えー、焦点を当てていきたいと思います。はい でですねまあ、インフィニオンの MEMS マイクなんですけどもちょっとどういったものなのかですねご説明していただけますかはいあの製品自体は左側の写真にあるような製品でサイズはめちゃくちゃ小さい、えー、サイズになりますでここに穴があるんですけどこの穴から音を取り入れて MEMS で,メムスで、えー、膜をこう2つ設けていてで音が当たったらこの膜が揺れて この膜の間の容量値が変わって電気信号に変わるというのが基本的な原理で音を拾う MEMS のチップあとはそこから電気信号を取り出して出力するシリコンの ASIC のチップというところをこの小さいパッケージに内蔵して製品化している膜うう<あ>これはシリコンででできててるってことなんですかねはいあの全部シリコンで作っているので半導体の技術を結集して えーまあ、すごく小さくて精度の高い、えー、チップを安定した品質で作るというところが、えー、このの製品の特徴にななっております、うん、なるほどちなみにですねメムスマイク実物あるんですけども今ポケットから出すんですけどもこちらが実際のメムスマイクですね多分小さくすぎて <laughs> 見えないと思うんですけども大体大きさがですね3ミリかける4ミリくらいの、まあ、そのくらい非常に小さな。 あのマイクで音を集めるっていうふうなことをやっています。まあ、皆さんですねここまで聞いてきて一番気になる点何かっていうとですね、うん、インフィニオンなんでマイクやってんのってことですね。<laughs> これどういったことなんですかね。なんでマイクやってんの。はい、あのー、先ほど言ったように MEMS の技術っていうのは自動車のところで長年あの培ってきた、えー、開発力であったり製造の安定性というところを保有をします。<laughs> でそれを使ってどんどん民生に展開していこうということで適用して今、広がったのがマイクロフォンで皆さん、よくあのいろんな音響機器を使われると思うんですけどそこにですね弊社のマイクはたくさん活用されていてでまあ、ビジネスもどんどん伸びてわれわれとしても事業として注力をしているといなるほどそういうい内容です、はい、でまあ実際、メムスマイクですね、はい、この小さいやつどこに使われるかというと、まあ、まず ですね、スマホですね、スマートフォンの中にです、ね、あのマイク入ってます、であとはです、ね、イヤホンですね、あとまあ、こういった耳に入れるタイプもありますし、あと、まあ、耳をです、ね、覆う形のです、ねまあ、ヘッドセットみたいなところでもです、ね、あのこういった MEMS マイク、中に入ってます、でまあ、実はです、ね、あの <laughs> いろいろ調べたんですけど、 メモスマイクシェアナンバーワンということなんですよねはい、そうですね、世界で、えー、ナンバーワンのシェアを、お有をしております、うん、で、あのーまあ、大体どのくらいの数が出てるかということなんですけども、あのー、35億ユニットを2022年、あのー、出しているということで,ですね、あのー、ものすごい数を使われていると、ちなみになんでこんな数が出てるんですかね、これは。はいい、あのー、もと,もとスマホホか、えー、こういうイヤホン とてもあの数が出る製品群なので世の中に出ている数量は多いですとでその中でやっぱりシェアナンバーワンを獲得するというところの理由があって我々は性能がすごく高いというところに特化をして製品開発で各班を進めていると。 どどんどんシェアを伸ばしていいいったという背景がございますはい、はい、なるほど,なるほどちなみにですね、まあ、イヤホンとかだとだいたい一製品に何個,何個ぐらい入ってるものなんですかねはいあのイヤホンの機能とか、えー、ランクにもよるんですけどだいたい複数は絶対使われていて多いとこのワイヤレスタイプで6個とかうん、うん、で耳を覆うタイプだと12個とかそのぐらいのメムスマイクがもう一つのユニットの中に入っているなので数がすごく出る,、えー、るそういう使い方になってます でイヤホンの中でそのノイズキャンセリングみたいな使い方をするってことですかね、はい、そ,そうですねイヤホンで複数マイクがあるといろんな外からの音をとってそれを打ち消してキャンセルして音楽だけを聴くと皆さんも多分お使いだと思うんですけどそういうノイズキャンセルの機能を実現しているのがこの MEMS マイクの技術とということにななります、うん、なるほどあのシェアナンバーワン35億ユニット2022年ってことなんですけども、まあ、シェアナンバーワンを取れるにはやっぱり いいろろ理由があるかと思うんですねそういったです、ねまあ、シェアが高い理由っていうのをです、ね、技術的な観点からちょっと説明してほしいなっていうふうに思いましてはい、はい、ちょっとお願いしますわかりましたあのもうお酒飲まれてる方に技術がどのくらい伝わるか分かんないですけど頑張って言いたいと思いますあの一番左側が基本的な構造のメムスのチップでして、はいえー、先ほど言った膜が2つあるとで片方に音が当たると揺れて電気信号になります で真ん中のタイプはこの揺れる膜を両側に配置していてデュアルバックプレートと呼んでるんですけど両方の膜がこう真ん中に対して揺れていくそうすることで作動信号が作れて、まあ、技術的なとこでいくと SN が作動で得られる分高くなるとでさらにそこをシールドしていろんな外乱とか えーえー、防水性能を高めた、えー、シールディットデュアルメンブレーンと呼ばれるテクノロジーも、うんえー、インフィオン独自のテクノロジーとして持っておりましてでこれを使うことで、えー、最高水準の SNR を実現し防水も実現できると,、うん、というあのまずは基本的なメムスのテクノロジーがいろんなタイプがあって、えー、ハイエンドからローエンドまでインフィオンはすべてやっているというところです。 まあ安いって言うんですかね。シンプルなそうですね。まあ、<で>安いというと語弊があるんでシンプルなと言った方がいいですかね。<laughs> はい、はい、で右が一番高性能なもので。もうはいで、だいたい。どういう使い分けするんですかね。これは、はい、あの音を拾うメムスマイクもやっぱりあの値段を重視して使いたいっていう機器もあれば。 えー、音質を重視したいという機器もあるんでやっぱその要求に応じて提案する製品を変えております、ーでローエンドのとにかく価格を重視したいというお客様には左側のテクノロジーを適用した製品でハイエンドの音質にこだわりたいお客様には右側のチップを適用した製品ということで幅広く提案している、ね、なるなほどなですじゃあ例えば、この一番性能の高いやつだったらノイズキャンセリングイヤホンとかにの,え<っ>おの音を取るとか<っ>そういうことですね。 おっしゃる通りです、うん、はい。でちょっとですねこの構造がですね結構面白いんで皆さんに見ていただきたいんですけどもこちらですねこれシリコンでできてる膜なんですよこれがですね MEMS マイクの中に入ってるんですけどもだいたいこれ直径何ミリぐらいなんですかねはいあの製品によってもちろん変わるんですけどもだいたい1ミリ2ミリぐらいのサイズのチップが入っているというのが、えーまあ典型的な事例ですねはい。 なるほどちなみにこれ、ですねあの揺れてるんですけど、あのこれ、シリコンでできてるんですね、シリコンがこういうふうに振動して、それを信号で撮ってるっていうことですね、このマイクが、ですねあこれがですね電子顕微鏡で撮った写真なんですね、この構造を作るっていうのは、かなり難しいと思うんですけども、はい、えその通りで、まあ、ここはちょっとインフィオンの技術力の高いところなんですけど、こういった複雑な構造をシリコンで作って、 で安定的に量産して大量に世の中に出せるというところは他社では絶対真似できない技術だと思っていますので、まあ、その分でダントツにシェアが高いというところにつながっっててると思ってます他社が真似できないのと、まあ、特許で多分縛っているんですよね、あと非常に高性能というのが、まあ、シェアナンバーワンの理由かなといいうことですかねはいはい、その通りです。 でまあ、ここまで見てくるとですね結構、まあ、ノイズキャンセリングイヤホンとかスマートフォンとかですね、まあ、そういった割と民生向けの応用が多いかなっていうふうにはあの聞いてて思ったんですけどもなんか産業への広がりとかはどうですか、はい、あの今おっしゃった通りノイズキャンセリングをイヤホンでやるあと音声認識をスマートスピーカーでやるそういうところの活用は進んでますし産業系でいくと 例えば工場の配管のエアー漏れ、この音を MEMS マイクで検出して、いち早く異常,を出す異常の通知を出すとか、うんまあ、あとセキュリティカメラ、街中に今、すごく多くなってきていると思うんですけど、そこでもやっぱり音も撮ると、はい、映像だけじゃなくて音も撮る、でその時に SN が高いと、小さい音、遠くの音まで撮れるということで、はい、性能高いマイクはここでは求められておりますなるほど、はい、性能が全部で、はい、い途で重要ってことですね。ははい、はい 今後です、ね、こういった MEMS、まあ、マイクをです、ね、どういったところで使うのかなというのが、まあ割と気になるところであるんですけどど実際どうですか、ねはい、あのインフィオン、先ほども言った通り自動車ですごく強いので自動車の走っている時のゴーっていうロードノイズを MEMS マイクで撮ってキャンセルするというところに。 今まさに活用がすでに始まっているという状況になります<ー>でこれがどんどん広がっていくことを期待をしておりますはい、はい、車載用とかでも実際使えるものですかねはいメムスマイクの品質グレードを民生グレード、えー、車載グレードと分けて開発をしておりますので車の品質に耐えうるメムスマイクというものもすでに量産して提供開始<ー>をしておりますなるほどなるほどあとはあの真ん中にある予知保全というところで 例えばあの工場のいろんな音がえあるかと思うんですけど、それをあらかじめ AI で学習しておいて、メムスマイクで撮って、何か異常があったらいち早くアラートを出す、そういう予知保全というえところのような活用が、今後、期待はされます。はい、あななんか予知保全だと結構、振動とかでやってることがあるかなと、はい、モーターとかですね、はい、それも音でできてしまう。 でまあ、あとこちら、一番右なんですけど、エッジ AI による音声認識、まあ、今、みんな AI、AI って言ってますけども、なんかこういったところにも使えるんですか はい、<際> AI、基本的にはデータをクラウドに飛ばしてサーバー上での処理をどんどん加速させて生成 AI、どんどん活用進んでいるということだと思うんですけどデータをクラウドに飛ばすとどうしてもその通信のデータトラフィックの逼迫であったりはい、はい、あとは、まあ、プライバシーの問題とかいろいろ課題はあるんですね。うん、でそれれを端末側ででやってていいこうというとと活用がジ<ー>、えー、AI と呼ばれるテクノローし でクラウドに飛ばすことなく端末側で活用する、で学習した音声とマッチングさせるとか、そういった活用が広がるのを期待されてまして、そこに MEMS マイクを今、検討している事例がございますいちなみに、まあ、インフィニオンっていうとあのマイクロコン、マイコンもやってると思うんですけど、はい、将来、それになんか AI の機能が搭載されて、エッジ AI の機能ですね、はい、でそれと MEMS マイクを組み合わせるみたいなこともできるみたいな。はい おっしゃる通りであの今、弊社が保有しているマイコン PSOC というブランドで展開しているんですけど PSOC にエッジ AI 対応のエンジンを搭載したものを開発を進めておりますなるほど PSOCEdge という名前で実はあ,のあちらの IoT コーナーに展示をしているので、はい、お時間あればぜひ見ていただければと思いますあ,ありがとうございます、はい、まあ将来的にそういうのが出るということですね、はいはい、というわけで,ですねちょっと、まあ、あの短い時間だったんですけども あのパワー半導体1位のです、ねまあ、インフィニオンが持っている意外な製品、まあ、センサーの中の特に MEMS マイクについてです、ね、あの深掘りしてきました、まあ、実は MEMS マイクでもあのシェア1位というです、ね、かなりあの強力なセンサーなんですけども、はい、で AI なんかにもです、ね、今後活用できたらいいということで,です、ね、非常に面白いセンサーかと思っております。はい、えというわけでですねあの 浦川さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、そして会場の皆さんもですね、あの最後まで聞いていただきありがとうございました。あのその壁の方でですね、展示メモスマイクの展示が使ったですね、応用のアプリケーションありますので、そちらぜひ見てってください。はい。というわけで、えー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。 動画の最後になりますが一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝工場見学アウトリーチ活動人材採用への活用など幅広く対応いたしますこれ以外にもお気軽にお問い合わせください動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれますやるなら早くをお勧めします実績や詳細は概要欄にあるメールアドレスホームページからご連絡ください それではご連絡お待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から